駅舎南側。右側に線路を1線分増やせる敷地が確保されている駅舎西口浦和みその駅は埼玉県埼玉市緑区みその4丁目にある埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線の始発駅、終着駅である。駅番号は SR26。2017年5月1日より埼玉リソナ銀行が福駅名の命名権を購入し、 浦和美園とともに歩む埼玉リソナ銀行最寄り駅が、形出されたが、同年11月6日に、埼玉リソナ銀行浦和中央支店浦和みその出張所が、開業したことに伴い、お除去した。埼玉高速鉄道では、唯一の地上駅である。コンコースは共状にある。通常は一面二線の島式ホームを使用するが、二番線ホームの反対側に臨時ホームがあり、 埼玉スタジアム2002での J リーグ試合や FIFA 主催のサッカー国際試合の開催日など多客時に使用される。ステーションカラーは赤色。線路は駅北側にも伸び、裏はみその車両基地が立地する。保安用にホームドアシステムを装備している。なお、開業当初、臨時ホームの3番線にはホームドアが設置されていなかったが、2019年3月までに、 設置工事が行われ、同年4月8日より供用を開始した。当駅に設置されている自動改札機は、多客対応のために、全通路とも両方向からの通行が可能となっている。特に臨時ホームである3番線ホーム側の自動改札機は、試合開始前は出場のみ、試合終了後は入場のみの設定とするなど、この設備が活用されている。 2007年11月14日より、埼玉スタジアム2002で、浦和レッズの試合が開催される日に限り、発車サインオンに、クラブの公式応援歌、キープ応援ライジングを使用している。1番線は、歌唱付きのバージョン、2番線は、インストゥルメンタルのバージョンを使用している。2019年度の1日平均乗車人員は11,220人で、ある。開業時は、 乗車人員が少なかったものの、駅周辺への商業施設の出展や、宅地開発の進行により、利用者数が増加した。埼玉スタジアム2002でのイベント開催時、特に、サッカー日本代表、浦和レッズの試合時には利用者が急増するため、通常時との差が大きい。開業以降の1日平均乗車人員の推移は、下評の通りである。当駅は、 埼玉市により土地区画整理事業が進められている、ミソのウィングシティの玄関駅として、また2002フィーファワールドカップの試合会場となる、埼玉スタジアム2002への最寄り駅として開業した。しかし、当初は区画整理事業が開始されたばかりで、駅前はさらちに近い状態だった。開業時は、深夜帯の4本は、東川口駅を終着駅としていた。 フィファワールドカップ開催時には、臨時のファミリーマートが開店し、コンビニでの1日売上日本記録などを樹立したものの、期間限定店舗だったため、終了後は撤収した。その後、長らく開業当初と変わらぬ状態が続いていたが、造成工事は着実に進捗し、2006年4月26日には、当時埼玉県内最大級のショッピングセンターであるイオン。 浦和美園ショッピングセンターが駅の南側に開業した。これを契機として周辺には店舗が相次いで立地するようになり、マンションや小建て住宅の分譲が開始されるなど徐々に賑にわいを見せ始めている。2013年には西口駅前広場が整備され、2015年には東口駅前に私立図書館や市所を含む複合施設が開館した。なお、 駅付近のコンビニエンスストアは2007年11月2日に新規店舗として開業している。埼玉スタジアム2 0 0 2には当駅から徒歩約15分。駅北側にある車両基地の東側はスタジアムへの広い遊歩道になっている。サッカーの試合や大型イベント開催時は当駅から往路のみのシャトルバスが運行される。また、 浦和みその駅から北に 1km ほど離れた地点に、順天堂大学の大学院、看護学部と順天堂大学附属大学病院が建設される。2018年に着工され、2020年度に開院・開校が予定されている。旧市名である、浦和市の浦和と、それ以前の旧村名である、みその村や、浦和市家での地区名である、みその地区のみそのを組み合わせたものである。 駅名決定までの歌唱は、味噌の村以前の尊名、大穴である大門から取られた浦和大門駅だった。なお、蓮田駅から南へ伸びていた武州鉄道の武州大門駅は、現在の浦和味噌の駅から1キロメートル余りの距離にあった。2015年6月7日、うさぎのラビ、玉駅長が誕生、同日に埼玉高速鉄道社長などが出席しての、 駅長就任式が開かれた。うさぎを駅長にするのは山形鉄道区内駅の持地ち駅長に次いで2例目となる。これは埼玉高速鉄道の公務所に所属する社員からの提案が元になり実現したもので、当駅と同じ浦和地区内に約2000年前に創建された超神社がうさぎを神の使いとして迎えたという故事にちなむものとされている。 駅長として迎えられたのは、東松山市に所在する埼玉県、子供動物自然公園にて飼育されていた1歳4、ヶ月の家うさぎのメスであり、名付けに際しては、沿線在住の子供たちを対象に名前公募を実施した。その結果採用された、ラビタマという名前は、うさぎの英語表記、ラビットと埼玉県の県名かな表記及び、所在地の氏名の、 埼玉から取られたものだという。駅長としての初仕事は、就任式が行われた当日に埼玉スタジアム2002にて行われた、地域活性化ミーティング第1回裏はサミットへの出席だった。これ以後の勤務体制として、通常は週5日、程度、1日あたり7時間半程度とし、当駅所属駅員と共に、駅構内の巡回を行うほか、駅利用者への挨拶や、 イベント開催時などにおける来場者への挨拶もこなすとしているほか、24時間体制で当駅、所属駅員が、ラビタマの身の周りの世話をすることになっている。当駅から、埼玉スタジアム2 0 0に及び東部の打線岩月駅を経由して、東日本旅客鉄道宇都宮線、蓮田駅方面への延伸が計画されているが、着手には至っていない。 埼玉県が設置した埼玉高速鉄道検討委員会が岩月園長を検討した際には、当駅を二面三線構造として、優等列車の追い越しが可能となるような整備を想定していた。ありがとうございます。